用意はライフスタイルを、はい、毎日回ってんの。回ってます。どんな感じで回ってんの。おお、すげえ。おお、ナインティシャか。ブレイブジャパン。全日本ご自宅回転選手権。え、なんすか、全日本ご自宅回転選手権。どういうことっすか。B-BOY はライフスタイルだろ。はい、ライフスタイルです。毎日回ってんじゃん。回ってますね。普段の生活から回ってんじゃん。はい、うん、どんな感じで回ってんの。それを競い合う。ちょっと、じゃあ年下さんちょっと見せてもらって。今のデモステーション。はい、お願いします。いつも通りよ、いつも通り。はいはい、もうここでね、なんか、ああ回ったりすればいい。そういうことですね。回る。ちょっと軽くやってみます。それが誰が一番いけてる。はいはい、よいしょ。あ、もう回った。おお。あ、もう回った。マジ、いきなり。おお、オーケー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 。まあまあね。まあまあ、左、まあまあ、そんなの。まあまあまあ、普通にね。おお、すげえ。これ危ないって感じだね。そうそうそう、結構危ない。壁とか狭いから、うん、どうやって回るかって難しいかな。いいよ、まあ、回って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 回れるんかな。ね、そう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 だよね。服ってないよね、お前。いや、服のせいにしたの、お前。いろいろあるよね。こうやって寝っ転がってるさ、はい、俺ら羽起きして起きたりするやん。うん、はいはい、まあそうですね。その延長で回ったりもするやん。はいはい、うんうん、え、うん、いいですかね。いや、なんやろ。え、いや、もう家帰ってこうやってグダッと寝てる。はいはいはい。 BV さん、いつもこうやって寝っ転がった。はい、こんな感じで、あ、回ったりするじゃないかと。じゃあ俺も椅子の折り方あるんですよ、椅子の折り方。おお、僕は普通こう座るじゃないですか。で、そっからこっから。おお、回ってる回ってる、はい、回りながら。なるほどね。ちょっと俺は椅子とかあのないんで、家に。家に付かない。こういう家具ないっすよ。普段ね、ゴロゴロする感じの、こう、こう、おお、ゴロゴロみたいな感じで。家具、家に何ある？家具ですか？うん、間接照明あります。間接照明つけてみてや。つけてみてや。うん、いつものつけ方でいいから。いつものつけ方でいいですか？間接照明。間接照明がない。俺は間接照明だと思って。ちょっと叩いてみてよ。ああ、ここスイッチ。ここスイッチだと思って。はい。ちょっとどうぞ。やってみよう。なるほど。え、いいよ。俺の関節照明ね、結構低い、低い、あ、低い。ちょっとして、あ、もう、このぐらいで。家帰って、はい、疲れた、わ、疲れたな。いや、真っ暗や。あ、真っ暗、見えたや。やばい、見え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 、こうやって、こうやって、こうやって、こっちから。あ、おお、優しい。こういう感じで結構関節照明つけるかなーって、最近はね。あ、ちょっと優しい、優しいね。もっと強く。あ、強くでもよかった。お父さんとか結構強めに行くっすか。はぁ、あの、ちょっと接触悪いから強めにスイッチ入れてください。シュッ。おぉ、つきました。おしゃれしたね。つきました。この時期鍋食べるとやっぱ机って汚れたりするじゃないですか、はい、それをちょっと拭き取りたいと思います。おぉ、ありがとうございます。ちょっと僕も一応ヘッドスピードなので、あ、そうだね。あれ、はい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 、じゃない、はい、いつもこれ家でしてるんでパジャマみたいなもん。本気怖っ。これでいや、うわー、あー、今何が起こりました。家の折り方。あ、そうそうそう、これ俺ソファないから言う。ちょっと悔しいから、はい、悔しい、悔しいから、悔しいから、これいらん、いらん、そうそうそう、
ーペットだから。カーペットだよな。いけるかな。いきます。あああああすごい。ただカーペットでヘッドスピンしたね。お嬢さん大好きな人をダメにするソファーがいますよ。まさかここで頭バクテンはしないですよね。悪い後輩いるわマジで。小次郎さんって言ったらやっぱ人をダメにするそうです。確かに家に大体これあるイメージあるんですよね。おおダメになった。すごいもうダメになった。あやっぱ安らいてるね。カイチ、はい、おとなしいな。僕ですか。カイチ階段、はい、降りるやん。これ階段に見立って、はいはい、サンダーあるし。ああ、そういうことですね。これ階段なんすよね。階段降りるっていうより滑ったっすね今。階段のネタも滑ったね。なんかね。おお。いやいいっすね。クリエイティブやったっすね。回転技ですよね。回転技。回転選手権、まあまあ、自宅回転選手権が一番いけてる回転やね。転がるっていうのも一応まあ回転回転だから回転はもう人それぞれです、ね、人それぞれ、ね、ちょっとファブリーズしますよ。おそうね、部屋の匂いを消したいときはナインティーしながら。おお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 おはい、香りがすいません、めっちゃ誰かに言ってた。除菌もできるだろ。はい、除菌も、うん、時代に合ってる。ちょっと思いついたんだけど、何も自分が回転することない。これよくあるあのこう回してこう置くみたいな、うん、それを一点通りする。おおこれこの人わりかしこれやってんぞ。わりとやってんぞこの人。おおおおおすげえ、こういうことですよ。へえな、すげえ。なんか降ってきましたね。これね、埃取る、埃取る、どうやって使うんかな。あれはいや、なんかありそう。お掃除変わった、助けられたもん。もうけど、俺ぐらいになるともう埃取りもいらないですよ。いらない。はい、俺の頭でホコリ取る。おお頭でホコリを取る。おお、はい、熱っ。い頭でホコリ取ります。いらないっすね。でも、あ、でも頭でホコリ取るんだよ。ビーボイになれた、頭でホコリ取る。いらないっすよ。いらないっすよ。いらない、いらない。カイチもね、頭でホコリ取るでしょ。頭でだいぶね、そんなんいらないっすよ。肩で取れる。はい、終わりましょう。終わりましょう。疲れた。